大切な家族の一員、安心安全を第一に考えたオールナチュラルフード、ナチュラルハーベスト、あなたと愛犬のハッピー探しを応援します。犬のコンシェルジュ横浜市都筑区の犬の幼稚園アロハドギー、子犬の保育園ドッグイベント、保護ワンコ幸せ応援団ゴーゴーワンズ、この番組は以上の提供でお送りしています。クリスタルズーランドでは番組を応援してくださるスポンサー、コンシェルジュ、サポートメンバーを募集しています。詳細お問い合わせはクリスタルのホームページ、カタカナでクリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。皆様の応援があって輝くことができるクリスタルです。はい、じゃあアロハ塾いきます。マスリーアロハ塾、愛犬との暮らしをもっともっと楽しくする方法たくさんありますね。お伝えするのはドッグライフコンシェルジュアロハドギーのことぶきちゃん。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。今日のテーマは何でしょう。はい、ですね、2016年度の経年ゲームの公式大会のスケジュールが出ましたので、それに向けて、アロハ塾の方でも、練習会の強化をしたいと思いまして、そちらのご案内をさせていただこうと思います。楽しみ大会やっとだ ね。そう、去年公式大会なかったのでね、2年越しですね。2016年の11月に、公式大会が小事故で行われるということで、日程の方まだね、詳細までは決まってないんですけれども、11月開催予定ということで、それを目指してこれから始められる方も、あとはもうすでに、練習を開始している方も、そこをゴールに、今年も頑張っていければなというふうに思ってます。はい、レベル分けっていうのは具体的に、結局始めたばかりの方だと、まず待ての強化だったりとかヒールウォークをやっていかなければならなかったりするので。そうかでももうすでにやり始めている方だと、またちょっとね、一緒にやっていくには難しいので、もうすでにやっている方には目的別の、だからその競技別 の、マンツーマンレッスンというクラスを新たに設けたりとか、あとはまたみんなでね、一緒にやることも刺激にもなるので、グループレッスンのクラスを設けたりとか、あとはその初心者向けのクラスと、3つのレベルでクラスを用意させていただきました。あ、いいね、競技別楽しそうだな。そう、競技別やっぱり、もう経年ゲームといえばミュージカルチェア、ドリーダッシュ、もうこれらを経験して、あとは自分で練習できるわ、で新しい種目にチャレンジしてみたいわという方は、もうぜひそこに入っていただいて、ちょっとまたゴールに向けて頑張っていただきたいかなというふうに思っています。素晴らしい。はい、スケジュールはどんな感じですか。スケジュールは、日曜日にね、クラスを設けてるんですけれども、でもどうしてもそこを予定が合わないわという方は、逆にいついつがいいんだけどとご指定いただければ、そこでマンツーマンで時間を取るようにしてます。いいですね。じゃあ、結構利益を勉強していただける、日曜日がダメな方でも平日でも大丈夫です。素晴らしい。はい、じゃあ個別にことぶきちゃんにお問い合わせをしてください。今年の目標は、今年は監督業を頑張ります。そっかそっか、はい、前回ほら公式大会ではないけれどね、アロハチーム優勝したからね。アロハチーム優勝で、コナちゃんもミュージカルチェア優勝できたので、ちょっと今年はね、監督業に専念して、もう少しね、新しく始める方も増やしていきたいなと思いますし、その楽しさをね、伝えるためにちょっと動いていきたいなというふうに思ってます。ほんと、みんな参加して参加して、もう一度やればね、この楽しさよく分かると思うので、一回やるとね、分かるので、ハマるってこのことよね。そう、このことだと思います。ぜひ皆さん、アロハに足を運んでくださいませ。はい、ぜひお願いいたします。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございます。アロハ塾のコーナーでした。